前回と違う、なんかちょっと違う。はい、ジャンピング。というわけで、コテンパにされて今日は、はい、終わりです。魂が奪われたように今元気がない。クロスフィットしたい人はクロスフィット大手町、ぜひチェックしてください。めっちゃいい、最近できたところです。ここは新しい。今回の動画は少し演出を入れながら遊びを入れてみました。冒頭に映っていたあの場所は実際僕のアトリエで使っている場所です。ただただ普通にブログを作っていても面白くないので、今回はちょっと変化球を入れながら今回の動画を、制作してみました。その家で使っていた筋トレ器具も僕が普段実際使っている筋トレ器具でかなり使えるので、自宅でトレーニングするときは大体使ってます。アプリを通して荷重の程度をこう調整したりとか、反発具合どのようにしてこう戻るのか、人に引っ張られてるように力を加えながら戻すのか、スムーズに戻すのか、そういった結構細かいことがこのアプリを通して全部できるんです。ジムに行くようなマシンではできないような細かい設定ができて、さらにこのマシン使うことで全身鍛えれるので、いつも使ってるっていうのが僕のこの必須アイテムということで、ちょっとね冒頭に見せたんですけど、これ結構日常の僕の実際の姿です。しかもこの1台で20キロの負荷をかけることができます。なのでこれが2台あると40キロ
かければ負荷を、この器具を重宝している部分がやはり自宅で難しい背中トレができるっていうことと、室内であれば基本的にどのようなトレーニングでもできます。今から半年以上前の動画でも一応ねちょっと紹介をしてるんですけど、このパンプ概要欄の方にリンク載せてるので気になるっていう方はチェックしてみてください。このチャンネル自体は名前にブログとついているように一応主体としてはブログなんですね。でも今日みたいな動画っていうのは結構久しぶりに出したのかなと思います。で次回は、僕今ずっとこの増量期っていうのを、まあ、約5ヶ月ぐらいずっとやってきて、5ヶ月前に比べると体重が8キロ以上 8.5 キロぐらい体重が重たい状態です。実際バルクに関して、まあ、体を大きくするこの期間、このいっぱい食べていっぱいトレーニングをして体をねこうサイズを上げるっていうこれ自体は結構成功して今までで一番体の状態はいいです。はい、減量に入っては1ヶ月ぐらいで、今どういった減量食を食べてるかっていうのもちょっとあのルーティンと、まあ、ルーティン化にして、まあ、ブログ的な感じでまた動画、次の動画で出そうと思ってるので、よければそれ見てください。動画内でも最近ずっと飲んでいるマイプロの新しいサプリメント、結構最近ずっと飲んでいるので、これもあの気になる方、概要欄に、もろもろ載せているので、そちらもよければチェックしてください。というわけで次はちょっとね、久しぶりに、まあ、食事、減量食っていうことで、まあ、ルーティン的な、食事をちょっと紹介しようと思ってるので、よければ見てください。ちょっとブログ形式でまたやっていきます。